曹洞宗安泰寺。6人の修行者、そのうち半分が外国人です。稲刈りの9月、今年は例年に比べ実りの少ない収穫でしたが、来年の生活を支える大切な糧となります。ドイツから来た明元さんです。寺で修行を続けて3年、自給自足の暮らしを通して学びを得てきました。 When a mother gives birth to her own child in a way, you feel love for this child no matter how the child is, if it's a good child or a bad child, let's say, and at the same time you feel grateful for the childNow you harvest all these things and maybe some things don't go the way you were expecting. So shugyo would be to basically just accept what has happened to you now. Antaiji には毎年人生に悩み、学びを求める若者が世界中から集まってきます。ニャンニーサンポアンスインシーニャンピンソンシューニャン。新たに修行に来たのはアメリカで育った日本人、26歳の男性です。人里離れた山寺での厳しい修行生活、一体ここで何が得られるのか、疑問を感じる修行者も少なくありません。今でもなんでこんなところまで来て座禅を踏みに来て、なんか農作業しに来たのかなって考える時もあるし、今でもいろんな人になんで来たのか行くのかとか聞かれて、いや本当は分かんないんだよなみたいな。明元さんも寺に来た頃は自給自足の修行生活に戸惑いがあったといいます。しかし修行を重ねるうちに、自然に身を任せ目の前の今を生きることこそ大切だと思い至りました。It's not just questions, it's emotions, it's excessive thinking, it's anything. Just don't play so much with it. There's a very famous saying, a Zen saying, that the thoughts, what happens in your mind is like guests. So a thought comes into your house, just don't serve him any tea, so he will leave soon. If you serve him tea, then he will stay.And it's the same with thoughts. If you start playing around with them and you follow your fantasies, then they will stay. 11月、寺では厳しい冬に向けた準備が始まっていました。雪囲いです。積雪の重みで建物が壊れないように修行者たち総出で備えます。ちょっと待ってね、これどう？あ、もういいです。いい感じ？ OK、 OK、 で、これは元に回るんだよ。あ、そこじゃダメじゃねえか。
大雪のため車で麓まで行くことができず、外の世界から閉ざされる冬。里芋やさつまいもなどを食料庫の穴蔵に蓄えます。寺にこもり、寒さに耐える冬へ。己と向き合う日々が待っています。I still haven't really understood who I am. The only challenge I feel is to find out more and more who I am. なかなかこう人間本来こうあるべきなのかなみたいなふうに思いますけど、でも到底できそうにない難しい自給自足の生活ですね。なんかこう言葉あるいは行いといったものがとても尊いものに感じますし、なんかただ厳しいとは言うもの、なんかどこかに豊かさを言葉の端などにも感じるなというふうにも思いましたが、この山寺安泰寺の修行生活ですが、またこの番組でもお伝えしてまいります。お楽しみなさってください。ここまで兵庫ひと物語でした。